渤海トンネルは、航海から渤海への入り口である、渤海海峡にトンネルと橋で付設され、大連と沿大を結ぶ案で、最短ルートを赤線で示す。渤海海峡トンネルは、以前大連、沿大海底トンネルとも呼ばれていたもので、中国領名省大連市と山東省沿大市間の、渤海海峡を海底トンネルと海上橋で結ぶ、国家計画案である。 もし計画が正式に承認されて建設されれば、北部の老鉄山水路のトンネル部分と南部の病島、群島間の橋を含めて 120km を超える海峡鉄道建造物になり、英仏海峡トンネル、西函トンネルをはるかに超えた海峡鉄道建造物になる。中国鉄路高速の一部であるだけでなく、鉄道で車両を運ぶので、 中国の高速道路の G15 深海高速道路の一部扱いとなり、現在北海鉄道フェリーで8時間かかっているのが40分に短縮される。2014年時点で少なくとも4つの案があり、いずれも鉄道で列車、車両、旅客を運ぶ構想であったが、また経済効果不明や時期焦燥としての反対意見もあった。しかし2019年5月に、 国家発展改革委員会に計画案が正式に提出されたので、もし第13次後可燃計画に入れば、2020年に着工して観光が2039年となる可能性もある。大連と山東を結ぶ世界最長、北海海峡トンネル建設の構想が改め発言。エキサイトニュース。 http コロンスラッシュスラッシュ www。x c i t e co。jp スラッシュニューススラッシュ chn ソーク。二千十四万二百十二サーチナー。二百一億四千二十一万二千二百二十七。html ハット。チャイナ・マルズ・ネクスト・スーパー・プロジェクト。ザ・ロン・ゲスト・アンダー・シートンネル。過信。二千十九年十二月八日閲覧。ありがとうございます。